今日は週おいだすのミスターゲーム、まあ、今日はね、今日は、ブラブラしながらいっぱい飲んでるんですけども、ね、ここでね、前から気になってるんですけど、初めて天然魚を安くいただく酒のマルトク、はい、マルトクさん、こちら多分超老舗です。もう昔からあるんで、でも行くの初めてです。はい、それでは早速乗り込んでいきたいと思います。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。ちょうどあのパチンコグランドシャトーの前です。京橋マルトクさん、これはね超老舗ですよ、マジで。はい、行ってみます。でも関係ないです。ありがとうございます。はい、今日はスーパードライ540円です。はい、大瓶なドライです、ね、はい、来たよ。これね、あの店長のおすすめ、店長の作ったお惣菜ですね、京都の万願寺唐辛子、めっちゃごついね、これ450円です。はい、いただきます。ありがとう、入れたろ。万願寺唐辛子よし、じゃあこれいただきます。これじゃこもたっぷりのせていただきます。これよっしゃ、よいしょ、よいしょ、いただきますよ。これ京都の万願寺唐辛子400円、辛いかな。うん、中からね、じゅわっとね、このじゃこの味が染みついた出汁がふわっと出てくるから、うまいです。全然辛みはない。これあの、この暑い時期にこういう冷たい万願寺唐辛子、万願寺唐辛子、うまいです。最高。白飯だよ、白飯は最高や。うわー、これをね、絶対に俺が大好きなやつ、豚の角煮450円、これもごついチャーシュー、これ見てや、これこれこれやばいな、これこれをからしを塗っていただきます。これこれ絶対うまいで、食え食え、これ食え食え、これいただきますよ。これ煮豚、煮豚絶対これうまいね。トロトロや、トロトロや、ジューシー。これはほんまにうまい、もう幸せな空間ですよ。口の中で広がるこの豚の甘みの脂、うん、これはね、ここ来たらみんな注文してむちゃくちゃうまいわ。これこそあのご飯にかけて食いたい、すごいトロトロ、ビールの進めてこれビールに合う
いや、うまいわ、うまいわ、最高です。はい、行きましたよ、これで、ね、お作り盛り合わせ、900円、むっちゃ切れちゃう、これサーモンもこれ、油の乗った部分で、マグロもこれ、中トロかな、むちゃくちゃ綺麗ですよ。はい、むっちゃ綺麗。じゃあ、いただきます。じゃあ、いただきます。じゃあね、これからいただきます。すみません、ごめんなさい、いただきます。すみません、そしたら、このマグロ、これね、多分ね、口入れたらとろけると思うわ、これ。うん、どんどんふわっととろけてくるから、口入れた瞬間から徐々に笑顔になるうまさです。ほんまにめちゃくちゃうまい。中トロじゃなくて大トロかっていうぐらいとろけますね、これ。こっちが遅いか、俺。続いてね、ハイボールです。暑い時はね、ハイボールがこれ最高なんですよ。ブラックニカ400円です。400円、いただきます。じゃあハイボールよ、これ2杯のハイボールです。これ暑い時はハイボール最高、ドライチューハイかハイボール最高。しかしね、ここはね、やっぱあの鮮魚が美味しい店っていうことで看板に書いてあったから、イワシ盛りを注文したけど、むちゃくちゃ美味しいね、やっぱり鮮度が違う、ほんまに口の中でとろける。で、ほんま日本酒飲みたいんやけど、日本酒昼間から飲んでとろけるからハイボールにしてるんですけど、ハイボールでもね、この結構ね、油が乗ってるから相性が合うんすよ。はい、マジで。じゃあ次、サーモン食うよ、これ絶対うまい。これ油乗ってるからね、いつも通りわさびを大量につけて、これ、はい、油乗ってる魚は大量にわさびをつけても、大丈夫なんですよ。香りがね、風味豊かになるんで最後です、これ。いただきます。サーモン、うまい。ここのね、魚もやけど、さっき言った豚肉もやけど、口の中でとろける、ほんまに。いや俺タバコやめてたから、俺はタバコ吸わない。俺の横でねタバコは吸わせない。吸ってるけどね、みんなね、もうできるだけねタバコ吸うんだったら、その金で美味しい魚肉食いましょう。その方が絶対体にいい。酒飲みの俺が言うもなんかと思うけども、じゃあ続いてこれ以下検索、これ、うん、イカももうコリ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 、最高っすよ。京橋の老舗酒場、いろんなもん食べたい、いろんなもん食べたいけど、まだ俺のはしご酒は進んで、これぐらいで、タバコいらん、タバコやめた。タバコは
3年前に辞めました、はい、3回目辞めたほんで辞めたら必ず7キロ太るから、俺は絶対手つけようにしてね、たまにあの禁断症状っていうか、あの思い出すフラッシュバックするけど、知りたいなっていうことはフラッシュバックするときあるけど、絶対手を出さない。はい、じゃあそういうことです。はい、なんでタバコの話になってるのか知らんけど、はい、今日は兄弟と飲んでいきます。はい、わざわざ食え。これも食え。これ食え。食べ物うまい。はい、ごちそうさまでした。ということで、京橋の、マルトフさん、行ってきました。もうどの料理もすごく美味しかったですね。やっぱ老舗だけありますわ。もう今までね、気になってたんですけど、初めて、突撃したんですけども、ほんまにもうあの肉もうまかったし、あの作りがびっくりするぐらい口の中でとろけて美味しかったです。皆さんももうあの京橋来られましたら、こちらのマルトフさんぜひお越しいただきたいと思います。ちょっと酔っ払ってますけど、はい、様でした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、京橋から愛してます。いつも最後までご視聴いただきほんま大きにどす。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。